はい、どうもこんにちは、くにです。ということで、本日からね、レジェンズがサイヤ人編キャンペーンと1億ユーザー突破キャンペーン。まあ、この2つが行われるのかな。ということで、最新の全開覚醒キャラとか、あのキャラ、あのリミテッドキャラにユニフラが来るということで、そちらのね、情報を見ていこうと思います。まず覚醒キャラから、裸足悟空ですね。こいつは2周年のちょっと前ぐらいに出たキャラだったっけ？そんぐらいだった気がするんですけど、当時めちゃくちゃ強かったね。レジェロ悟空っていう最強の無課金キャラと一緒に組ませたり、ソンパでね、すごい活躍してたキャラですけど、見ていきましょうか。当時使ってた人も結構いるんじゃないかな。必殺圧が大ダメージで発動時必殺ダメージ 30% アップ、ヒット時圧全吐き、ヒート敵全体に火ダメアップ 15% か。元の性能ちょっと正直古すぎてよく覚えてないんですけど、まあ後隙なかった気がする。あったらごめん。で、ヒット時圧全吐きもあるんで、まあ悪くはないって感じかな。で、特殊が、15% 回復を3回まで持ってて、気力回復4ダメ 30% アップ20カウントと、味方の短縮と能力低下状態異常を解除と。まあシンプルに使いやすいって感じかな。まあそんなぶっ壊れ特殊ってほどでもないかな、さすがに。で、究極圧、これがねめちゃくちゃ面白いんだよね。すごい珍しい効果で、特大ダメージでヒット時なんと味方の体力全体 20% 回復、ヒット時に回復するっていうね。究極のヒット時に味方の体力が回復するっていう結構面白い能力を持ったっていう、持ってるっていうね、キャラクターですね。で、ドロスクダウンも与えて、能力強、敵の能力強化効果を消去と。で、アーマー持ってて、踏ん張り貫通はありません。まあ、火力出すっていうよりも、やっぱこの回復で使うっていうことが、基本的になりそうかな。で、メインで、究極ドローと体力回復、体力じゃない、気力回復か。気力30回復、特化バムコありますね、メインで。いやー、なんか最近の通常 SP 覚醒キャラさ、みんな特化バムコ持ってて偉いよね。しかも弾いたよりもやっぱ使いやすそうだね。好きな時に使えるんで。で、味方の4ダメ 20% アップ20カウントと、味方の短縮もありますよという感じですね。で、Z アビがね、もともと優秀なんだよね。サイヤとサイヤ人編の、まあ、打工房 35% 上げ。まあ、サイヤ人のね、日捨て上げ 35% っていうのが昔のキャラにしては本当に偉いかな。ただ、前回がちょっと、サイヤ人編なんだよね。これがちょっと使いにくいね。まあ、でも新キャラでね、サイヤ人編で、リミテッドのなんかね、海洋剣悟空とか、ね、ギャリック・ホーベジタとか新しく来たりすれば、青属性だったらアビアクとしてはめちゃくちゃ使い勝手いいかな。ただサイヤ人編キャンペーンからしばらく経ったら基本的にアビアクとして使いにくいかなって感じかな。まあ新キャラに期待って感じですね。で、4ダメ90、火ダメ60、ドロソク1段階で、バイン出たら特殊を1回まで持ってきて、気力回復、あと打撃4ダメ 50% アップ消去負荷とかとかで、敵全体に待機カウント1カウント付与を5回まで持ってますね。これ偉いね。まあ、弾いたみたいな感じですけど、1カウントなんで圧1枚分かな。なんで、まあ、なんだろう。今で言うと、復活セルが復活前 B 残しの時とか、絶対裏下げられちゃうじゃんって時にこいつ出して待機付与して落とし切るとか、まあ、ゴルフリの再起使わしたい時とかに使えるんで、これは結構使い勝手いいんじゃないかな。5回って結構多いしね。で、バトルメンバーにサイヤ人変化サイヤ人がいると、射撃4ダメ 50% 消去負荷とバニゲ回復速度アップ。なんかこんなんあったような昔。なんかこのキャラバニシング回復速度早かったイメージがあるけど、間違えてたらすいません。なんか記憶にちょっとあった気がする。で、敵の攻撃終了後に気力20減少と火ダメ 20% アップ。まあ、攻撃終了後だから、まあ、変な欲張りされにくいって考えたらいいのかな。ちょっと、大活躍することはなさそうだけど。まあ、火ダメ 20% アップは偉いですね。で、これも偉いところです。経由でなんとね、圧1枚持ってきて、自身の短縮して、味方のダメ 20% アップ、消去負荷上限 40% なんで、2回経由で、あれ？もともと 20% だっけ？ 10% ぐらいじゃなかったっけ？まあ、とりあえずね、味方の永続4ダメサポートができるんで、まあ、なんだろう、似たキャラで言うと今の環境だと赤パンとか、あんな感じの、感覚で経由ができるんで、まあ、パンみたいにね、圧とか攻撃もらうだけで回復とかはないんだけど、青属性でね、味方の4ダメサポートができるって考えたら、環境的にかなりマッチしてて、いいんじゃないかなって感じですね。で、アーツを使用するたびに体力 3% 回復10回なんで、まぁ、ちょっと受け性能持ってるけど、スーパー17号が回復弾とか持ってるんで、まぁ、気持ちって感じかな。気持ちちょっと回復してごまかしていけるって感じか。で、敵の、打撃射撃必殺究極覚醒の攻撃を受けた時に 50% 以下の場合、気力30減少と圧全吐き。まぁ、これあれかな、弾いたとか、黄色ゴルフリとかあんな感じのコンボストップ能力で合ってんのかな。まあ一応これも使うことでスーパー17号を無理やり止めたりとかもできるのかな。まあ色で一回止めて、この半分以下でもう一回止めてって感じで、2回ぐらいね、スーパー17号のね、コンボ止めてくれればすごい活躍できるんじゃないかな。で、
必殺究極覚醒ライジング発動時に味方の回復量アップと、威力弾、これ偉いね、威力弾は。と能力強化効果を消去と。これは結構、まあいいね。通常 SP でこれもらえるのか。いいね。で、落ちると味方の気力回復速度アップと気力減少と弾を1個減らすと。まあさすがにここ4ダメとか回復あれば強すぎたか。まあでも通常 SP にしたらね、割と使い勝手いいんじゃないかな。やっぱ青っていうのが偉いんじゃないかな。そこそこレジェンズやってる人だったらね、結構凸ある人も多そうだし、無料で何回もね、周年とかのガシャに入ってるキャラクターなんで、これはね、スーパー柔軟対策で、キャラが少ない人の期待の星になるかもしれない。で、問題はここですよ。サイヤ人編キャンペーンなのに、なんと、兆しの専用ユニットが来ました。サルベージじゃないんやっていうね。いや、もともとまあ弱くはないけどね、この紫身勝手って。特に、なんだろう。身勝手さ、今ウルトラ身勝手もさ、環境でめっちゃいるけど、2体合わせたら相当ね、試合もつれさせて4ダメハンターに持ってきやすくなるんで。はい、まあ、とりあえず見ていきましょうか。1スロ目が打者高 35% と気力回復速度 30%、体力 15%、打者防が 30%。で、3スロ最大でバインデルだけで気力20回復、特殊ヒット時、気力回復、能力低下解除。あつ、マジで回数制限あるけど、3枚ドロー2回持ってんのか。これは特殊がめっちゃ強くなったね。まあ、さすがに元のね、スペックがそこそこ、今の環境でもね、やれるキャラなんで、この辺はね、ちょっと低めですけど、マジか、特殊、範囲特殊でね、特化場向こう持っててね、リロードまでついちゃったら結構強くなったんじゃないこれ。まあ今環境紫の強いキャラ多いんで、まあライバル多いっちゃ多いけど、まあ使えるというかね、結構使ってもいいんじゃないかなって感じになったかな。で、これが新しい PVP フラグかな。装備条件なし？あ、これシェンロンみたいな感じか。なるほど、体力 10% と、あー、シェンロンみたいな感じだね。シェンロンの防御寄りってことなのかな、これは。うん。多分そうだよね。攻撃力がシェンロンに比べてちょっと低いよね。まあ、シェンロンの方が強いんじゃないかな、じゃあ。まあ、でも、誰でもつけれるフラグメントなんでね。まあ、初心者の人からしたら結構ありがたいんじゃないかな。シェンロンは結構ね、厳選も緩かったしね。で、新しい覚醒フラグがこれか。サイヤ人編につけれて、射光 15%、射防 15%、打光 15%、打防 15%。で、サイヤ人編一人につき射光基礎なし 6% と。まあ、このキャンペーン中だったらね、サイヤ人編のキャラクターガンガン来るだろうけど、もうあと2ヶ月ぐらいしたらね、多分周年でね、そんな使われなくなりそうなんで、サイヤ人編のキャラなんか、そんな長生きしない気しかしないんで、まあ、今だけ感はあるけど、とりあえずね、社交めっちゃ漏れるんで、新キャラのサイヤ人編のキャラクター、何が来るかによってはね、全然、ていうか射撃より、射撃タイプが来るってことなんかな。って感じかな、とりあえず今のところの情報は。まあ、そうね、兆しの強化も来て、あとはまあ、裸足悟空もね、そこそこ覚醒できる人多いだろうし、青属性で、17号系困ってるよって人のね、代用キャラというか、まあ、出せるぐらいのスペックあると思うんで、そこはいいんじゃないかなと思いますね。うん、コンボストッパーとしては。で、味方のサポートも一応できますし、威力弾とかもね、持ってるんで、なんか通常 SP にしてはね、かなり使いやすそうな感じかな。みんな強いよね、最近の通常さんの覚醒は。はい、ということで、ちょっと短いかもですが、以上になります。メンテがね、PVP メンテが18時までなんだよね。だから18時になったら、ユニフラもらった日差し、あと、裸足悟空もできたら今日出したいね。もしかしたら明日になるかもだけど、まあ一応その辺の使ってみた動画ね、18時過ぎたら撮っていくんで、よろしくお願いいたします。あとなんかね、なんか100連無料ガシャがまた来るみたいな、そんな情報もあるみたいなんで、まあ、皆さん要チェックということで、終わりたいと思います。お疲れ様でした。